こうスニーカーだけどこうつま先だけ見るとヒールのようなちょっと女性らしさがあって、うん、これもうスケボーやってるでしょこれスケボーやってる人のスケジュールの片付き方ですよね。履いてるとすっごい声かけられる気づいたら4人色違い履いてたんです。マジだ。そんなことある。皆さんこんにちは、 GQ スニーカーホリックス MC のアントニーです。さあ今回のスニーカーホリックは西内まりやさんです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。マリアちゃんどうですか、このスニーカーホリックスって見たことあります？私そんなに実は詳しくなくて、はい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 、今回お話いただいて、うん、で見させてもらって、あ知識というか、はい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 、見させてもらってすごい勉強になったんですけど、はいはいはい、そんな私でもよければっていう感じで、いやもちろんですし、はい、そうやって言ってるけど結構このコレクションしっかりとたくさん持ってるじゃないですか。自分でも10足ぐらいかなと思ったら、うんうん、まあ30弱ぐらいはあったんですけどスニーカーだけじゃなくて、はい、その普段からそのマネージャーのファッションを担当してる、ね、女性の方とかが、はい、あこういうスニーカー履いてるんだっていうだけでもやっぱ ね、そうですね、視聴者の方嬉しいんで。ちなみに今日履いてるスニーカーは今日これですね、ナイキのエアホースワン、はいはい、シャドウ。わあ、ね、これかわいい、ポップだね。この色合いがすっごいお気に入りで、やっぱさすがですこれ履きこなせる方なかなか本当やっぱさすがの西内マリア完璧です。トータルコーディネートは、うんまあ、自分の私服でしてきたんですけど、うんまあえてちょっと色が目立つようにちょっと黒で、なるほど、まあ、割と私服に近いですね。うわ、普段から結構黒にちょっと足元を色入れたりとかすること多いんで。でもそのお仕事も結構大昔にさせていただいたこと、はい、そうなんですよ、結構昔に、結構大昔にしてたんですけど、なんかプライベートでね、プライベートで数年前にお会いしたんですよね。お会いして、そしたら私初めましてって言っちゃったんですよ。そうなのよ僕もねこう酔っ払ってたんでうろ覚えなんですけど、はい、なぜか気づいたら僕の誕生日会にマリアちゃんがいてくれたんですよ。はい、行きましたよ。どうなんですか。いやいやそれも失礼じゃないですかお互い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 うろ覚え。それでは西内さん1足目のスニーカーをお願いします。はい、まずはこれです。はい、おバンズのスケートハイリーシューキャップ、はい、っていうものなんですけど、なんか女子がスケシューから入るってこう珍しいパターン。あ、本当ですか。はい、LA かな、そう5年前ぐらいに行った時に、うんうんうん、買ったんですけど、はいはいはい、一目惚れって感じですね。ちなみにこのバンズのスケートはどういうところが好きですか。切りっぱなしのこう貼り付けた感じ、わかります、うん、この後ろとか。いや、いいね。ここのチャックのやつがちょっと珍しいもんね。そうなんですよね。ちょっとメンズライクですよね、やっぱりこう大きめで、うん、なんかこうスキニーパンツとかに履いても可愛いし、うん、短パンのデニムショートパンツとかに合わせてもすっごい可愛いんで、うんうん、LA のどんなショップで買ったんですか。スニーカー屋さんだった、メルローズとかその辺だったと思うんですけど、ね、いやいいな。そう、その頃すっごい LA にもう一人でもよく行ってて、そうなの。そうなんですよ、なんかエアビー取ってで一人でレンタカー借りて。うわ、じゃあもうこれは結構 LA の街で、うん、そう、あ LA の街いい、ね、あとこっちのバンズ の、うん、あのあらハイカットじゃない方も、うん、これもすっごい当時 LA とかで履いてました。ちょっと西内さんいいですか、うん、これもうスケボーやってるでしょこれスケボーやってる人のスケジュールの片付き方ですよね。めっちゃ履いたんですよえ、めっちゃ LA で、めっちゃもう LA とかニューヨークとかでもダンスの時も履いてたし、じゃあたくさんこのもうアメリカでの思い出が詰まった、うん、そう、なんかこうもうほんと自分探しの旅したいみたいな、うん、まあやっぱ20代前半で、うんうん、こうやっぱいろんな景色を見ていろいろ吸収したかったんですよ。それでやっぱり一人で結構いろいろ行ってた時の思い入れが詰まってます。他にも LA で買ったスニーカーとかってありますか。はい、あります。これですね、うん、コンバースのチャックテーラー。まあこれはねやっぱりまあもちろんアメリカでしかというかね、はい、これはそうなんですよ、ね、日本未発売。そう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 、でいいね、これもまたちょっと変わったデザインだね。そうなんですよ、この生地感もちょっとふわふわしてて、うん、このくすんだ色合いといいね、
これどんな感じのファッションに合わせたりとか。でもデニムとか、ワンピースとか、逆に合わせてもカジュアルに。なるほどね。合いますし、結構パンツもだし、はい、このねチャックテーラーもなかなかクタクタになってくるじゃないですか、はい、それでも取ってるんですよ、履いてるのこれは、うん、やっぱりふとした時になんか履きたくなるんですけど、やっぱそれって、うん、多分 LA にいたりニューヨークにいた時に、うん、そのやっぱり自分を見つめ直す旅として自分がこう行って、はいはい、この子たちと一緒に旅をしたっていうことが、うん、なんか私の中ではどうしても思い入れがあるので手放せないし、うん、なんかその汚れがなんか自分のいろんな思いと一緒になんかこう思い出にしまってある感じで、うんはい、こいつを見ると思い出すかな。そうなんです、思い出すんですよ。こちらです。おー、じゃん。あら、ちょっと派手めな、はい、はい、アディダススタンスミスとパッキンオーサムのコラボになります。あー、かわいいね、これ。これはもうこの色、このビビッドな色に惹かれて、はい、もう買いました。え、でも俺これ初めて見た。え、本当ですか。うん、アディダスとパッキンオーサムのコラボ。そうです。でもアディダスっぽくなくないですか。ここにね、ないね、入ってないんですよね、3本ラインとか。本当だ。でも ここまで派手なやつとか、うん、二次元どんな感じで合わせるんですか。それこそモノトーンとか、 あと真っ白コーデとか、うん、あ、なるほどね、うん、なんかこうこういう色入れたりとかで差し色したりしても可愛いですよね。あ、いいじゃない。アディダスは結構履くの。アディダスありますね、他にも、うん、これなんだ。こちらです。あら、一番っぽいですよ。本当ですか、はい、アディダスとグッチガゼルのコラボになります、はい、いいね。結構最新とか新しい最近のやつなんです、ね、フォーマルな、ね、洋服にも合うし、うん、なんかもうこの上品さとカジュアルさのバランス、うん、これは多分世間が思う西内マリアが履いてそうなスニーカー、はい、あー、なるほど。やっぱりこの靴底がこんな感じで、うん、可愛いんですよ。グッチのマークとアディダスのマークがいっぱい散りばめられる。ディティールが細かいんだね、やっぱり、はい、どうなんですか、それこそ、うん、なんか多分さっきも言ったんですけど、イメージとかだったらね、うん、ハイブランドのスニーカーとかちょっと履いてそうだなっていう感じとかあるけど、うんうん、普段ハイブランドのスニーカーとか履かないんですか。多分スニーカーってもう本当私走り回りたいし泥まみれになりたいし、うん、なんか気にしたくないんですよ。だから多分あんまりこうスニーカーにハイブランドっていうのはなんか、うん、まあ、ヒールとかやっぱバッグとかの方が、いや、そっか、はい、なんかこう大事にというか、なるほど、ね、汚さずに使えるかなって。もともとやっぱりその山とか海とか行くのも好きだし、うん、なんか本当あの川沿いとか、山とか海とか川沿い川沿いなんて言ったらいいの、石ころがいっぱいあるとか汚れてもまあそのダメージが、ね、味になるみたいな。でもやっぱ結構カラーリングに対してこだわりが多いですね。でもやっぱりファッションは色はすごくやっぱり重視 してますね。うん、この中でもちょっとカラーリングで自分が他に食らったというか、これいいなと思った、はい、あります？これです。あー、いいね、はい、はい、ナイキブレーザーと酒井とカウズのコラボになります、うん、いやもうこれ大好き。いや、わかる。これね、あの僕もこうスニーカー好きな友達たちともうお酒飲みながら一回こうみんなで話し合ったんですよ、はい、女子に履いてほしいスニーカーランキング1位でした、うんうん、え、マジですか。やった、やっぱりなんかこれのね、あ、そうなんだ、うん、やっぱこれ履いてる女子っていいよね、いいのよやっぱ。あ、だって履いてるとすっごい声かけられるすごい男性が可愛いの履いてるねって。いや、そうなのよ、そうなのよ、すごいやっぱ目につくんですね。この全部2台になっててね。そうそう、それが言いたかったんです。 かわいいよね、このなんか上にペタペタペタって貼り付けてるような感じとか、紐もシューレースも、そうで、もう本当ここら辺はですね、こっちも酒井とのコラボなんですけど、うん、たまたまその時友人とご飯行ってる時に、うん、あれみたいな、うん、あれもしかしてお揃いじゃないですか。気づいたら4人色違い入ってたんですよ。4人マジだ。そんなことある。こんなこともありました。嬉しすぎてみんな写真する。それは確か一回撮ってやっぱり周りにもでもスニーカー好きな友達は多いんですね、はい、多いんです。
なので結構聞きます、あの並んだとか、うん、抽選落ちたとか。一回 GQ の企画ロケで行きましょうか。あ、教えてください。もうなんかより YouTube っぽくなるけど西内マリア並ばせてみたって。こちらです。あら、はい、プーマとフェンティのコラボになります。リアナに憧れて、うん、多分一番この中では長くて、うん、ずっと大事に持ってるものですね。これはちょっとねびっくりしたんですよね。やっぱり、まあ、本当に10年前ぐらいなんですけど、うん、あのこうファッションにスニーカーを取り入れた一番最初のものです。だからやっぱり入りやすかったんですよ、こういうベロアの素材で、うん、ちょっとこういった光沢感あって、うん、当時そんなにこうまだスニーカーファッションって私もあんまりしてなかったんで、はいはいはい、本当にこれが初めてあのした思い出のもので、まあ、そういったこう憧れの方のインスタとかを見ながら、うん、なんかスニーカーファッションかっこいいなみたいな、女性がさらっと履いてる感じがすっごい憧れて、最初にチャレンジしたものになります。当時その憧れのモデルさんとかいたの？あのジジ・ハディットさんとか、うん、ベラ・ハディットさんとか、うん、ヘイリー・ビーバーさんとか、もう本当に大好きで。よかった、かろうじてヘイリー・ビーバーだけ分かった。あーもう前半2人誰だろうと思いながら。もう有名なモデルさんですよ。なるほどね。本当に確かになんかイメージだけど、もうそのまあ、10年前とかその日本のモデルさんとかってスニーカーとかあんま履いてるイメージ、もう全然履いてなかった、履いてなかったのやっぱないよね、うん、でもなんか海外のモデルさんとかってなんかそうラフにスニーカー履きこなしてるなみたいな。そうなんですよ。でもあの正直この LA でね履いてたバンズちゃんたちに比べたら、はい、だいぶ昔に買ってるのこれ状態が良くない？そうなんです。でも思い出すんですよね、 あの頃こうだったなあだったなって、うん、生地感といい、うん、なんかこう汚れてほしくないっていうのはすごいあるんですよ、うん、多分自分の中で。いやわかるわ。そういいよね。でも、まあ、地元のスナックのソファーと全く同じ素材だけど、ま、そんな言い方しないでくださいよ。全く同じ素材だけどね、色合いも言い方はこれはちょっとプーマさんに怒られるな。本当ですよ、リアーナに怒られちゃうから。そうだね、プーマとリアーナに怒られるね。そう、続いてはこちらです。ほう、はい、三原康弘のダンデです。ほう、またモデルさんならではというか。はい、もう毎日のように履いてるかもしれない。今つま先の部分がちょっとこうヒールのようになってて、そうだね、こういうのってあんまりないじゃないですか、うん、もう見た瞬間一目惚れですね、うん、今年ちょっとあのランウェイを歩かせてもらって、うんうんうん、そうで、それをきっかけにすごい三原さんとも仲良くさせていただいてるんですけど、で展示会行かせてもらって、なるほど、かわいいと思って即買いました。こうスニーカーだけどこうつま先だけ見るとやっぱりちょっとこうヒールのようなちょっと女性らしさがあって、うんうん、これは本当結構何でも合わせられるし大好きです。あ、こういうの欲しかったみたいな。あ、なんか自分が作るとなるとそれこそこういうちょっと普通と変わった女性のなんか好きなようなこうポイント入れるだろうなみたい なんか象徴というか。あれですか、ランウェイって、はい、あの浅草の街中の見た、見ました、見た。あ、本当ですか。だってあれはめちゃくちゃ話題になってやっぱり、うん、そう、だって本当にあの浅草のさ、はい、商店街というか、そうなんですよ、中でこうモデルさんたちが歩いててこう脇でこうやって見てる、何これと思って、そう、面白かったです。そうですよね。そう、今まさにハマってるスニーカーって、今まさにこれ履いてるな。あ、でもこれですね、これはずっと大好きなんですけど、うん、こちらスイートフィッシュとスターウォーズのコラボなんですね、うん、あの韓国に行った時なんですけど、うん、そのランウェイを見てて、うん、でなんかプレゼントでいただいたんです、ここに置いてあってどうぞって持って帰ってくださいって。でも可愛いな、なんかちょっとまあソールも高くておしゃれな感じあるけど、はい、うん、ここにスターウォーズのマークって、そう、なんかポップな感じでっていう、そう、そうなんです、そのバランスがねなんかいいですよね、うん、で韓国のブランドさんなんで独特な感性と、はい、でも幅広いですね、それこそもうちょっと女性らしいものから、うん、まあ、最初のように紹介してくれたメンズライクなもの、はい、それこそね触れてないけど結構ベイプスターとかもあるし、うん、はい、そうですね、まあね、キスのね、はい、エアホースとか
幅広いっすね、やっぱこうジャンルが。なんか一番のこう選ぶ基準って何すか、スニーカー選ぶ基準か、うん、でも本当にフィーリングというか、うん、もう本当にこれを履きたいかどうか、うん、あと自分に似合うかどうか、うん、まあそれが一番ですね、うん、なんかすごい並んでっていうのもいいけど、私はあんまりそこに、まあもともとねすごいこだわりがあるのではなかったけど、うんうん、なんか本当に自分がこう目についてほしいと思ったものを買うようにしてるので。なるほどね。自然ともうそれは自分のファッションの一部としては、うんうん、毎日楽しみですよね、うん、選ぶのが。あっという間に最後の、はい、早い、はいはい、最後のちょっと私からの質問になるんですけど、うん、最後に、西市さんにとってスニーカーとは何ですか？旅です。おお。もちろんそのいろんなところに行った思い出も一つ一つあるし、うん、スニーカーをもっと知っていきたいっていう意味でも、うんうん、旅は続くなみたいな。ここは今の私のこう人生においても今のこう時代が詰まってて、うんうん、これからも自分のこう人生をこんな、うん、この先ずっとこうスニーカーは絶対に履き続けるじゃないですか、うん、人生の旅とこう時間の旅となんかスニーカーの旅となんかそういう意味で私にとってはやっぱり大きいですね、はい、いや嬉しいな。結構こうやっぱモデルさんの角度視点からのね、うん、こうスニーカーの話が聞けて、うん、いやもう僕としてもめちゃくちゃ楽しかったです。 ありがとうございます。ちょっと次回ね、はい、今までこう触れてないジャンルのスニーカーを、はい、なんか買いに行くロケでも、あ、ぜひぜひ、はい、ぜひ教えてください、はい、よろしくお願いします。はい、本日のゲストは西市まりやさんでした。はい、ありがとうございました。イエーイ。皆さん、今回のスニーカーホリックスはいかがだったでしょうか？面白いと思った方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。そして今後見たいゲストやってほしい企画などありましたらコメント欄にお願いします。それでは次回もお楽しみに。バイバーイ。バイバーイ。